ホーム電屋総駅は山梨県鶴下の層にある富士急行富士急行線の駅である。駅番号は f j 0 3相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2本のホームは互い違いに設置され、駅舎型の1番線ホームが川口湖寄りに、駅舎から遠い方の2番線ホームが大月寄りにある。1番線ホームへは、駅舎から 直接伸びるスロープで行くことが可能であるが、2番線ホームへは、警報機、遮断機付きの構内踏切を使用する。各ホームには一つずつ小さな待合所が設置されている。側線を一本持ち、構内の打つき方から分岐している。側線は、川口湖方面へ進み、駅舎の脇で途切れているが、これに接して、貨物用のホームが残っている。構内には、その他、 川口湖方面ホームの川口湖方の脇に富士急行の電野層変電所がある。駅舎は木造平屋の小さな建築物。友人駅であるが1973年から業務委託駅となっている。駅舎の内部の旅客が立ち入ることのできる部分には待合所と小さな窓口があるが、窓口業務は休止中のため自動券売機が設置されている。 駅舎の川口湖方の脇には、倉庫とトイレがあり、トイレは改札外にあるので、駅に入らずとも利用が可能である。駅舎側の一番線を主本線とした一線するとなっており、行き違いがない場合は、基本的に両方向とも一番線ホームに発着する。二番線は、対向列車との行き違いを行う、下り列車が入線する。 2018年度の1日平均乗降人員は571人である。駅から西に約100メートル離れた国道139号沿いに富士急バス、電野層バス停があり、以下の各方面の路線が発着する。また、当駅から徒歩15分のところに高速バスの中央道、小形山バス停がある。ありがとうございます。